全身全霊を込めました勇敢のファイトが世界のベルトを呼び込むことができるでありましょう。いよいよ待ったなし、長州対フレアの NWA 世界ヘビー級選手権60分一本勝負が始まります。全日本プロレスのマット上で栄光の座バッシュのチャンスを掴んだ長州力、俺のファンのファンに報いるためにも勝負には勝つと言明いたしました。 NWA 世界挑戦は維新軍のエースとしての進化が問われる大一番でございます。果たして長州力が日本人として2人目の NWA 世界王座を獲得できるかどうか、長州ファンは心の底からその快挙を期待しております。チャレンジャー長州力今登場。ご覧のように185センチ、110キロという、まあ、レスラーとしては中型の世界チャンピオンです。しかしこの体から発散する巨大なエネルギーはあのブルーザーブロディスタンハンセンを蹴散らすのです。さあ長州力とは初対決、世界王座を獲得してから通算いたしますと4年目に入りました。フリップフレア登場、そして思い出深い日本のリング上で再び防衛の旅が始まるのです。NWA 世界ヘビー級の選手権試合、試合に先立ちまして日本テレビから世界チャンピオンフレアにチャレンジャー長州力、レフリーに今花束が贈られました。これよりタイトルマッチ宣言です。NWA 世界ヘビー級選手権試合、試合に先立ちましてロードプレアス PWF 会長によりましてタイトルマッチ宣言が行われました。さあそしてベルトの返還です。世界中のレスラーの水煙の的、それが世界チャンピオンの豪華なベルト、それを睨みつけますチャレンジャーの長州力。日本人ではこのベルトを胴に巻いたのはジャイアント馬場選手しかいません。さあ2人目の日本の選手誕生を期待したいと思います。チャレンジャーの長州力、ジュム・クロケットジュニア元 NWA 会長がこの豪華な黄金のベルトを館内の皆様に、紹介いたしました。さあ相模原市立総合体育館、チャレンジャー長州力コール、苦々しい表情のチャンピオンリック・フレア、過去な挑戦者250パウンド長州。さあ世界に初挑戦、真の戦いは今日から始まる長州力。ネイチャーボーイ第66代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ベルトは誰にも渡さないレッグフレア、勝負の方は今夜の NWA 世界ヘビー級タイトルマッチ60分一本勝負で行われます。さあ長州力、世界をかけた戦いが今始まろうとしています。初顔合わせ、そして世界に初挑戦、解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さんでございます。もう NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチを何十回にわたりまして、解説していただいております。さあ長州力の表情アップになりましたけれども、どうもプレッシャーを感じているような山田さん表情ですね。そうですね、やっぱりやや緊張気味と申し上げていいと思いますね。一方の世界チャンピオンリックフレアの表情どう見ますか。これまたね大変に険しいですね、
私いつもこの人を見るときですね、何かこう爬虫類をこう想像してしまうんですが、はい、大変に熱気っぽい人ですからね。さあ大歓声の中で NWA 世界ヘビー級選手権の幕が切って落とされました。60分の1分勝負、館内は長州力コールいっぱい、大合唱が続く中で、さあ先手を取るのはチャレンジャーの力か、それとも王者の風格リックフレアか。ちょっと表情をまだ見たいと思いますが、初顔合わせということで世界チャンピオンのリックフレアの方もちょっと戸惑いの表情がありますね。そうですね、これはやはりね、王者として、はい、この試合を受けた以上ですね、やっぱりそれなりに研究はね、している、はい、まあ、いろんなね、噂とかあるいは本を見るとか、まあ、あるいはテープを見て研究してるかもしれませんね、はい、まあ、そういったことあるわけで、まあ、何にしろやっぱり初顔合わせ、まあ、チャンピオンだから慣れてはいますけれども、それなりにやっぱり緊張するんでしょうね。成田空港からこの神奈川県の相模原市立総合体育館に直行いたしました。いわゆるボディコンディションは完璧とは言えませんが、さあ山さん、リックフレアの最近のアメリカ情報、一つお話願います。はい、やはり世界チャンピオンということがあってですね、非常にハードに動き回ってますが、この来日が、まあ、トラブって遅れたというようなこともありまして、はい、ここ 4,5 日間は試合から遠ざかってますね。ところが今おっしゃった通り、まあ、成田空港からここへ直行するというような非常にハードな旅を続けてきている、まあ、これはね、決してボディコンディション完璧とは言い難いんですが、こういったことにはもう慣れっこの世界王者ですからね、その点は心配ないと思いますね。なるほど。さあ相手の体をひねります。今放送席に情報が入りました。リックフレアのセコンドにディックスレーターがつきました。そうですね、これはどう見ますか。ちらっと顔が見えてますけれども、次期 NWA 世界ヘビー級チャンピオン候補と言われて4年が経ちました。リックスレーターがセコンドに入るという豪華版、リックフレア対長州力の NWA 世界ヘビー級の選手権試合でございます。さあ一方の山田さん、長州力ですけれども、NWA の副会長でありますジャイアント馬場選手が第一挑戦者の権利を長州に与えた、この真意は何でしょうね。これはやはりね、はい、長州選手のこれまでのファイトの内容を見ていて、これならばやっても良いという判断を下したんでしょうね、はい、なるほど。やはり天竜選手に勝ってますし、まあ、そういった意味でですね、彼の全日本で戦うようになってからの実績というものを認めた、そういうふうに判断していいと思いますね。期待のジャンボ鶴田は NWA 挑戦第2挑戦者、この勝者に来週の放送でお届けいたしますが、横浜文化体育館で挑戦でございます。おそらくこの勝負、ジャンボ鶴田もこの会場の片隅でじっくり観戦しているかと思いますけれども、両選手をですね、どういうふうに見ますかというふうにインタビューしてみたんですね、山田さんね、はい、プレイヤーの旅の疲れと、それから来日が遅れた原因の一つとして、母親の帰国がありましたね、はい、この心の問題が一つ、それから自分の AWA 世界ヘビー級チャンピオンとしての経験から見て、アメリカをサーキットした、アメリカに着いた途端にタイトルマッチが待っていたという経験、これは非常に苦しいもんだということをしみじみと言ってました。それからこのタイトルマッチできたら長州に取ってほしいということを言っておりまして、長州と自分ジャンボ鶴田との NWA 世界ヘビー級タイトルマッチにしたいんだ、まあ、日本のプロレスの質の高さをアメリカ国民に見せつけたいと、この3点のことを言ってました。なかなかね、やっぱり鶴田選手らしいね、非常に細かい見方をしてますね。さあ勝負の方です。コーナーに一旦追い詰めました。バイオレットカラーの非常によく似合いますリックフレア、なかなかリングのおしゃれも世界チャンピオン、本当に眩しい感じがしますね。そうですね、ちょっと気になるんですがね、はい、長州選手の動きがやっぱり硬いですね。硬いですか、体がまだほぐれてない感じですね、はい、もう一度表情を見てみましょう。あ、そうですね、ちょっと硬いし、いつもこう赤みを帯びた長州力ではなくて、ちょっと青ざめた感じがしますね。そうですね、唇のあたりです、白く乾いています。やはりね、この世界チャンピオンというのを実際に手を合わせてみると、大きな壁ですからね。さあ反撃が始まりました。まずはボディスラムで相手を切って取ります。世界チャンピオンスックとロープに逃げます。
この間の取り方が世界チャンピオンうまいんです。そうです、はい、もうこれは天才的ですね。本当ですね。もう相手をじらしですね、はい、なおかつその間に自分が体調を整えて反撃に移るとうまいですね。うまいですね。このロープブレイクに逃げて間を取るわけですけれども、そしてまたじわ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 攻め込んでいくこのタイプ、これが世界チャンピオンリックフレアの特色であります。さあショルダースルーでまずリックフレアをリングの中央に切って取った首投げ、そして首4の字固めであります。しかし山田さん、長州力は今日この体育館の一番乗りで来まして、リング上で維新軍の若い天使を次から次へに相手にして、この形、今首4の字ですけども足4の字固めの練習に明け暮れてましたね。そうなんですね、はい、やはりねこの王者リックフレアが大変に足4の字固めの名手であるということは、まあこれまでのあのテープなどを見て知ってるわけですね、うん、それだけにまあこの対策というか、はい、それを非常に研究したいようです ね、 なんかね、ただねリックフレアが果たして4の字固めで来るかどうか、これはまあ彼のあの18番技ですから、当然一度や二度は出してくるかもしれませんが、必ずしもそれで攻めて勝ちに来るという形とは思いませんね。ですから長州選手ももっとその手口をこう広げてですね見た方がいいんじゃないかというような気もしますよね。果たして戦略のポイントは何でありましょうか。本人は勝負のポイントは足だ、俺のサソリの威力を、相手はまだ絶対に知っていない、なんとか見せたいと言っております。それからサソリ固めから変形して見せる足4の字固めあたりも披露してみたいということを言っておりますが、見ればご覧になれば分かると思いますが、長州力のこの下半身太ももからこの膝を通り越して足首のあたり非常に太いんですけれども、太いだけにですね、山田さん、この自分は足首を攻められるとちょっと激しく痛むんだということをちらっと漏らしたことがありました、うん、そうですね、はい、これはやっぱりですから4の字固めにかかってしまったら、それがリングの中央であれば、これは大変なことになりますね、はい、で逆に今度長州選手がサソリに取ってしまえば、これもチャンピオン攻略も決して夢じゃないですね、はい、ところが果たしてそこまで生かしてくれるかどうか、はい、問題はそこですね。さあ猛然とキックを打ってまいりましたチャンピオンのリックフレアであります。今日は3時にこの会場について足首を十分にほぐしておりました。さあねちっこい攻撃が徐々に見られます。体勢を作ります。ダブルアームスープレックス、これがリックフレア。しかしバックステップしてロープに逃れます。長州力、うん、取らせませんね、これはいいですね。いいディフェンスですね、はい、それから山田さん、もう一つ長州力にはしぶき、力ラリアットがありますね。あっと期待は期待を打ちに行きました。期待割りですね。強烈なニードラップ、きついですね。さあリックフレア、まさにこの重々しいニードラップを今額ですね、そうです、ここに命中させました。さあそろそろリックフレアのペースになってくるのか。立ち上がらせます。さあゆっくりリズムの世界チャンピオン、下から潜り込む。さあ猛然と襲いかかる長州力、コーナーに釘付けにした。黒いトランクスが踊ります。エルボー一発かませた。さあ対角線上に放って、さあ思い切って A プランまで飛ばしました。そして場外、世界チャンピオンは場外。さあ顔を揺するかどうか、チャレンジャーの長州力。さあそろそろ長州力は得意の力ララと打ってくるかどうか。山田さん、今世界のプロレス界はこのラリアット全盛ブームですけれども、世界チャンピオンのリックフレアはこのあまりラリアット打ったことがないんだそうですね。そうですね、まあ、そういった意味でね、その長州選手がどういうラリアットの使い方をするか、この辺がまあ難しいですね、はい、さあ世界チャンピオンのリックフレア再びリングの中に入りました。さあいつでも素晴らしい試合をやってのける体力とコンディションを持っておりますリックフレア、世界を的にして戦います。さあ今度はスリーパーホールドフレアです。今日のフレアはね、実にじっくり攻めてますね、はい、やはり長州選手というのがカッカカッカするタイプですからね、それを計算に入れての攻め方かもしれませんね。中3して今年で4年目に入ります世界チャンピオンのリックフレア、新しいところでは世界チャンピオン。リックフレアは日本での日本は非常に思い出の多い時なんですけれども、去年の5月の24日横須賀におきましてベス夫人の見守る中、ケリー・フォン・エリックを2対1で破りまして第66代 NWA 世界ヘビー級の王座を、勝ち取りました。
なおリックフレア今夜日本で行われる世界タイトルマッチは10回目、日本でジャンボ鶴田に3回、天竜に2回、ハーリーレースに1回、リッキースティンボートに1回、ザ・グレート歌舞伎に1回、8度の防衛に成功しております。さあうまくリズムを作りますリックフレア、しかしニードロップは失敗、しっかりと相手の動きを見て取りました。ここからサソリか、ここからサソリか、まず足を殺しに行きました、足を殺しに行ってサソリ、まだ未完成、まだ入ってない、相手の得意技は研究してるでしょう、世界チャンピオンリックフレア、やっぱ足強いですね、足強いですね、今軽く跳ね返しましたからね、右の返し、右足の返し、さあ今度はフロントからブレンバスターの体勢、世界チャンピオンです、世界チャンピオンブレンバスター、さあしかしこれは今度はリバースブレンバスターで切って返す長州力、さあなるべく先手先手を心がけているようですね、そうですね、相手に技をかけさせません、再びサソリがため、まだまだ入っていません、ああ右で蹴り返しますね、やっぱりもう少しね足を痛めつけてからでないと、はい、相手も足技の名手ですからね、あ簡単にはいかない、あ今のいいですね、サソリがため2度チャレンジして2度とも失敗、さあ再び自分の体勢を作る世界チャンピオンリックフレア、自ら気合をかけました、このガッツポーズ、リックフレアのポーズであります、金髪睨みを聞かせます長州力、さあ頭の中の技の組み立ては長州力何か、猛然と襲いかかる、初顔合わせ、そして世界に初挑戦長州力、さあ長州力コールが館内、皆さんの大合唱が耳に通じますか、またしてもがっちりと手と手、それから首と首を、交わ合わせます、さあリックフレアが攻め込んでいきます、下半身にパンチを浴びせます、相手のスタミナを奪おうという作戦、さあチョップ、長州力もチョップ、押し込んだ、追いまくった、コーナーに追い詰めた、次なる技、まずフライングメア、首投げリングの中央、首やんの字か、おっとスリーパー、スリーパーに取ります、いやなかなかね、両選手ともに自分の得意技にいけないですね、はい、非常に攻め合いは続いておるんですが、はい、自分の持ち味をまだ出せませんね、激しい勝負になってまいりましたが、さあ世界チャンピオンのリックフレア得意のパターン、まず膝を砕きます、ニークラッシャーから足4の字というのが典型的なパターン、怖いですね、この狙ってます、狙ってますね、はい、長州力はこの流れを察知したかどうか、やはりね、どんなに足技の名人でも、はい、相手が足がピンピンしている時には攻められませんからね、このパターンですよね、もう一回今度は太ももの裏側をつけ狙います、さあそしてゆっくりとしたリズムでまだいきません、足を3つ打ちましたね、そうです、もう全部まだいきません、計算してますね、計算してますね、じっくりと攻めます、もう一回リングの中央に連れ戻して今度は入るか、まだいきません、まだいきません、相手を寝かせて今度はダブルに、すごい勢いでダブルニードロップ、相手の太ももにぐさり突き刺さります、これで左の足をひねってひねって、まだ足4の字にはいきません、まさにもう計算され尽くした足4の字固めへのつなぎを見せます、もう長州力も完全に狙われているということは分かっているかと思いますが、分かっててもね、足をどん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 攻撃されてますから、自分で逃げることはなかなか難しいんですね、もうロープに逃げるしか手がありません、やっとロープですね今、そうですね、やっと右の手が伸びました、相手の体に自分の体を密着して絡めさせます長州力であります、足4の字固めは食いません、60分一本勝負の NWA 世界ヘビー級選手権、足4の字が決まってもし足を折られるということになりますと、もうその場でも勝負が決まっちゃうわけですからね、そうですね、怖いです、非常に足4の字固めは怖いです、さあグランドでの展開になりました、しかし長州力もまだまだ、勝ちパターンに持っていくことは可能であります、リックフレアの体も今動きは非常にスピードが出てはまいりましたけれども、長州力はリキラリアットがあります、一発で相手を倒すすごいパワーのラリアットも温存しております、しかしね、足を痛められると、はい、パワーが半減しますからね、あそういうことが考えられますね、再びニークラッシャー、同じ足、左足のこの膝のところですね、そうですね、さあここでまず足4の字固め、ぐるりと1回転から足4の字固め、そうまだ腕がかかってますよね、右のレグラッグまだ入れません、しっかりと右手で支える長州力、さあこの脱出方法は今日は若いもんを相手に十分に訓練しておりましたが、さあ入った、これで入りました、足4の字固め、フィギュア4レッグロック、リックフレアであります、
毎日前もダラスのリング上ではケリフォン・エリック、あるいはケビン・フォン・エリック、それからクリス・アダムス、さらにまたサージャント・スローター、アリアート・ポートランドではボビー・ジャガー、さらにまたブルーザー・ブローリー、そしてハーリー・レイスと、この足4の字地獄によりまして辛くも防衛を続けております。さあリック・フレア、しかしちょっと今度は逆の体勢ですね。変わりましたけれどもね、また元の鞘に収まります。ちょっとね、見た感じでは浅いような感じがしますけれどもね、はい、ダメージの受け具合はどっちが辛いでしょうかね。もちろんあの、あ、抜けましたね。今抜けましたね。今長州力の左の、膝から下、これがすっぽりと抜けました。しかしこれを何度も何度も食いますと足がもう立てなくなりますから ね、もちろんね。ちょっとモールを、今度はバックドロップ、さあ集中攻撃だ、リックフレアの集中攻撃だ。世界のベルトを持っているリックフレア、もう一回足4の字攻め込んだ、足4の字。さあ長州力が2度目足4の字型の猛攻を受けておりますが、長州力はこの全日本プレスのマットに上がってから足4の字固めで切り抜けた経験は山田さんあんまりないですね。そうですね、それだけにこれを受けると怖いです。これを受けると怖い。さあどういうディフェンスを見せますか。館内は長州力コール、世界チャンピオン得意のパターンに持って入りました。苦悶の表情長州力。さあ逆襲のパターンはいつ訪れるか。さあどうか。長州の旺盛な闘争心ならまだまだ勝負を続けられます。さあ興奮と戦慄がこの四角いジャングル戦場を駆け巡ります。 NWA 世界ヘビー級の選手権、今抜けました。やっとロープブレイクですね。リックフレアに余裕が出てきましたね。さあもう一回この後の波状攻撃が見られるのか。ワンクッションを置きました。しかしお尻が下がります長州力。さあ今度はラリアット、ここでいった、力ラリアット、猛烈に火を吹いた。さあここから攻めるぞ長州力。さあ世界一かし、世界一かし、サソリで猛反撃。さあまだ入らない、また返された、また返されました。やっぱりね、あの確かにラリアット入ってるんですが、はい、浅いですね。長州力3度目の挑戦失敗。足にね、踏ん張りがないんですよ。踏ん張りがないですか。セカンドにいるエーゲン・ハルカあたりも苦々しい表情ですね。まだ長州力のサソリ固めは1回も成功しておりません。トップロープに上がる世界チャンピオンのリックフレア、さあさあさあ手が届くか。スレンジャー長州力、さあさあデッドリードライブか。殺人ホイップに出た、わずかにリックフレアが身長で1センチ大きいだけ。もう体格は本当によく似ています。さあ4回目の挑戦サソリ、エーゲン・ハルカも立ち上がった。左の足がこう体をまたぐことができないんですね。そうですね、まだ入れません、まだ入れません。さあリック・スレーターが回り込んでリック・フレアに声をかけるが、今サソリが入ったがちょっと腰が高い、腰が高い、サソリ固めに入ってるが腰が高い。だんだん重心を下げてはきておりますが、山さん完成度はどうですか。あのね、頑張ってますね、チャンピオンがね、まだ両手をねついてね、はい、踏ん張ってるんでなかなか決まらないですね。これですと腕の力で返すことも可能ですね。どういう、まだ完璧ではありません。そうですね、サソリ固め、さあ重心を落としておりますが、ちょっと崩れかかった、ちょっと崩れかかりました。崩れましたね、崩れましたね。4回あるいは5回目の挑戦で一度はこのサソリ固めの形にはなりましたけれども、いつものキレがありません。さあ次なる狙いは長州力、何か右足で蹴り返されます。世界チャンピオンのリックフレア、金髪が揺れます、金髪が揺れます。さあ長州力、長州力もう一回リキラリアット失敗、思い切って場外に突き落とす。リキラリアットを狙ったんですね。完全に狙ってましたけれども、はい、これをうまく世界チャンピオンすかしました。逆転を取られましたね。場外に起こったのはチャレンジャー長州力、打ちどころが悪いとこのままという形になりますが、這い上がってきました、這い上がってきました。さあどうしても世界のベルトに王手を取りたい長州力。さあリックフレア、長い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 ブレンバスター、そのままたたき起こした、落とした。さあちょっと青ざめた長州力の表情、まだまだカバーに行きません。おっと足を引きずる世界チャンピオンのリックフレア、もう一回、もう一回足4の字か。さあ地獄の足4の字、再び入りそうだ、再び入った、入った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 、入りました、足4の字固め、これは効いたぞ。真ん中ですね、真ん中です。これはこの地獄から抜け出ることは
ほとんど不可能でしょう。いい体勢で世界チャンピオンになりました。この余裕の表情、これはもう完璧に入ったという表情ですね。そうですね、リックフレアです、リックフレアです。日本での防衛の旅、この今夜の勝者にジャンボ鶴田が、来週の放送横浜でありますが、挑戦が決定しております。さあ、さあ、おっと逆転、逆に足を返しました。長州力がやや有利になりまして、リックフレア自ら外しましたね。自分で外しましたよ。さあ、ダメージの大きいのはどっちか。さあ、いよいよ足、足対足の勝負になってまいりました。力も攻める、そしてリックフレアも足4の字で攻める。さあ、カウンターのエルボー失敗。さあ、今度はおっとおっとおっと、フライングボディアタック、フライングボディアタックアタック、しかしとロープで両選手の体止まりました。しかしリックフレアが長州力を場外に送り出して、さあ長州力待っている。トップロープはリックフレア、ウルトラシーを見せるか。再びおっとおっとおっと、場外に、場外の長州力が、あっと世界チャンピオンのリックフレアの足を取って場外に引きずり落とした。引きずり込みます、引きずり込みます。場外での勝負ではタイトルの移動はないんです。リングの中でのピンポールか、あるいはまたギブアップでしか、この NWA の世界のベルトは移動しません。これを十分に頭の中に入れている長州力。さあ、フレアも入った、世界チャンピオンフレアも入りました。再びリングの中、再びリングの中でありますが、さあ、おっと、あ、その前に10カウントがありましたね。両選手リングアウトが告げられました。あまり両者の表情がすごい競争しておりましたので、カウント10が聞こえませんでしたけれども、さすがに NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチを何度もさばいたことのあります、上樋口レフリー、的確にカウント点を取りましたね。そうですね、ちょっと長州選手がですね、はい、外へ落とされたことで、カーッと頭に血が上ったんでしょうね。ははついつい場外での戦いを挑んでしまいました。なるほど、長州力の初めての世界への挑戦は21分05秒、両者リングアウト。リックフレア白氷の防衛にひとまず日本で行われます防衛戦、 NWA の防衛戦、防衛に成功したわけであります。さあ、防衛に成功したリックフレアに日本テレビからの勝利のトロフィー、それから黄金の世界のベルトが再び、ジム・コロケットジュニア会長、そして左のロードブリアース会長から手渡されます。初めての、ね、世界挑戦でここまでやれれば、はい、大変にやっぱり素質があるし、うん、コンテンダーとしての資格も十二分だと、はい、言っていいでしょうね。